薩偏区太閤山脈のガータル春剣を巣窟として春道を続ける残敵を討伐すべく、我が精鋭は去る10月13日早朝一斉に行動を開始しました。太閤山脈北部の春剣を東半進撃する諸部隊と呼応し、東より進撃する吉井新井山村桜井の各部隊は10月下旬いよいよその包囲圏を圧縮、付近にある敵の軍事核施設を破壊し、全軍緊密な連絡を保ちつつさらに前進、反撃する敵を片っ端から掃討、逃げ惑う敵を捕捉殲滅して、ますますその包囲網を縮め多大の戦果を収めました。